同級生で漫才やってます、お願いしますね。いやね、僕ずっとツッコミやってきたんですけどもね、ちょこの度ちょっとボケをやってみたいなと思いましてね。おふざけんじゃねえよお前、できるわけねえだろお前、俺がずっとボケでやってきたんだからお前、何をお前言ってんだお前は。いやそうだけど、ちゃんと設定も考えてきたんですよ、居酒屋の店員とお客さんでね。もうボケちょっとやりたいからやらしてよ。はお前さ、本気で言ってんのかお前。いや、うん、やらしてやらして。あ、そこまで自信あんならやっていいけど、お前もし滑ったらどうなるか分かってんだろうな、お前。ちゃんとやるよ、覚悟してやるよ。うん、分かった。あ、それぐらいの覚悟を持って俺はボケてんだからちゃんとやるよ。分かった、じゃあ頑張る。うん。あ、いいな、じゃあ俺が客として居酒屋入って行ってやるから。あ、じゃあ入って。あ、うん。ウィン。お待たせしました、山芋の鉄板焼きでーす。席がリクライニングフラット、マッサージチェアとお前その3択は個室ビアじゃねえかお前おいちょっと待ってうっす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 いやフラット席でお願いしますさあフラット席ご案内しますおいじゃあ何かこれお前これ居酒屋で酒飲みながらエッチな DVD5 枚くらい貸してくれるんですか。そんなわけないじゃないですか。そうだろう、居酒屋なんだから20枚です20枚も見たらお前金玉空っぽになるわお前すごいなお前楽しい盆栽すごいもうちょっとしんどいあ、じゃあ注文はいいですかじゃあ、とりあえず飲み物あ、飲み物、うん、かしこまりました、生ビールでよろしいですかボケろよそこはお前生ビール普通じゃねえかお前いいよ生ビールでじゃあそれではご注文繰り返します 今からボケますよの顔してるぞこれ変な顔マリーを一つでよろしいですかボケないかも2回ボケるチャンスあったお前心配しなそれだと山芋の鉄板焼きもういいよ山芋は俺山芋大嫌いなんだよお前さっきから何なんだよ出たねお前これあるなお前これ今ね天丼っていう技術で最初に言ったボケをちょっと時間置いて出すってやつお前すごいもともとね天丼っていうのはこのお笑いようになる前に天丼2つじゃ頼んでないんだよ天丼って言うからマイク何それ頼んでないってもう死んだよあー楽しいよもう無理これじゃ終われたらちょっともう死んじゃうからもういい加減にしろいい加減にしない